こんにちは。まあ目の付けどころね、確かにちょっと違ったかもしれないですね。前も言いましたけども、まあお金稼げれば別に何でもいいんですよね。簡単に稼げて、時間があまりかからずに、で人に喜ばれてって感じですか。で、多くの人がやってる仕事ってのは多分ね、あんまり人に喜ばれてないんじゃないかなと思うんですよ、自分が思ってるほど。だから価格を妥協して安くしないと手に取っていただけなかったりとか、まあ、お客さんとのいろんなトラブルが起きたりとかするんでしょうね、きっと。まあそれは仕方がないといえば仕方がないことなんですけども、仕方がないで考え方を止めているから仕方がないんですよね。まさにどうやったら、お金を払う人がさらに大きなお金を払ってプラスさらに大きな喜びを提供できるかなっていうふうに考えていくと、マーケットはどん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 大きくなると思うんですけども、やっぱり自分のね、そのスキルを上げていくことを怠ったりとか、どうしても自分が楽をすることを優先したりとかね。で、最初はね、別に気に入らない仕事でもいいと思うんですよ。で、最後まで気に入らない仕事でもいいと思うんですよね、仕事自体は。でも、その仕事が自分を養い、家族を養い、何不自由ない時間的、金銭的な暮らしを約束してくれるとしたら、多分その嫌いな仕事も感謝できると思うし、続けていけると思うんですよね。で、なんでね、仕事をやったりやんなかったりするか、もしくはやる気が起きたり起きなかったりするかっていうと、やっぱり十分稼げるような自分の能力がないか、マーケットの限界値がそこに迫ってるからなんじゃないかなと思うんですよ。だからやっぱりこう、これダメだなと思ったら早く別のマーケットに行くしかなくって、結構ね、もう時代遅れのことをやってるんだろうなと思うんですよ。で、時代遅れなんだったらもう時代に左右されないのをやればいいのに、結局はね、たまたまできるようになったことを、まあ、無理やり追いかけてるから苦しいんだろうなと。同じ時間を使って、で、収入にばらつきがあったりとかね、そこにかかるストレスに軽い思いがあったりするっていうのは、やっぱりどっかでおかしいなと思わなくちゃいけなくて、なんかよく思うんですけどね、向いてるけど苦手とかね、向いてないんだけど得意とかね、そんななんかおかしなことってあるわけなんですよ。だからね、なんか自分の好きなことで身を立てるっていうのが、まあこれ好きなんだけど向いてないよねっていうのが、ね、早く分かった方がいいかなっていうのと、向いてないけど結果は出やすいよねっていうね、そういうものがあるんじゃないですかね。結局その YouTube にしても、あれなんですよ、参入しないんですよね、思ったより。で、参入しても勝手にやめていくんで、ずっとやってる人だけが結局勝つみたいなね。で、視聴者さんの側になってみたら分かるんですけども、自分の気に入った人が更新やめちゃうから、しょうがなく更新してる続けてる人のところに流れていくみたいな図が起きてると思うんですよ。だからその辺ね、やっぱりこういろんなテクノロジーとか、いろんな動画放送の形はあるんですけどもね。で、結局は根底にずっと続けていられるかなっていうことと、スキルアップをしてるかなってところが大きいんじゃないかなと。まあね、目の付けどころっていうのはあるんですけども、今度はせっかく目の付けどころがよくっても、走り方とか歩き方が悪ければ、全然目はいいところについていたんだけども、進まないってことになっちゃって、まあシンプルにね、今自分がやってることが、どのぐらいの効果を生んでるのかな、ということを立ち返ると、なんか結構ね、一番好きなこととか一番得意だと思ってる、やってるはずなのに、なんか自らの暮らしが養えなかったりっていうのが結構起きるんじゃないかなと思うんですよね。それはもう結構苦しいんで、どっちかって言ったら楽ちんでやってるのにね、多くの人がこう近寄ってくれるものの方がお互いにストレスはないんじゃないかなとか思ったりねしますね。だからなんかね、あまりにも人が群がりすぎて、そこが過当競争になっちゃってるところから離れないといけないんですよね、きっと。だからまだまだね、その IT の世界、つまり情報の世界っていうのは手つかずなところが多くって、なんかこうあれですよね、稼げりゃ何でもいいんじゃないかなと。で、稼げて余裕な時間とお金を作って、儲からない自分の一番好きなことをやればいいのかなというところじゃないですかね。まあね、吉田さんも青い車を乗ってますけどね、じゃああれがお金を稼いでくれるかって言ったら、まあ稼ぎつつはあるけども、いきなりは稼いでくれないわけじゃないですか。でも青い車を維持しようと思ったら
こっち側では儲かる仕事をやるしかないってことになってね、なんかバランス取れてるのかなと。どんなに好きな仕事でもそれによってトラブルが起きたり見入れが少なければ、この片方ではせっかく仕事してきたのにこっちでは好きなことができないみたいな感じで行き場所がなくなっちゃいますからね、うん、まあ、そういうところを考えていけば道は開かれるんじゃないかなということで、今日は道ということでお届けしましょうか。暑くなりましたね、吉永さんね。じゃあまたお会いしましょう。いってらっしゃい。